次に吉田智代君。はい、委員長。日本維新の会徳島1区の吉田智代と申します。日本維新の会のトップバッターとして岸田総理はじめ閣僚の皆様に質問させていただきます。また本日は兵庫10区の堀井健二議員にパネルのお手伝いをいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず出産費用無償化についてお伺いします。私たち日本維新の会は2022年参議院議員選挙マニフェストにて出産費用無償化を訴えました。これは私たち日本維新の会が人口減少、特に少子化を食い止める対策を講じるのは国の責任であり、もはや妊産婦さん個人に負担を求めるべきではないと考えているからです。岸田総理は本年6月15日の記者会見において、私の判断で出産育児一時金を大幅に増額いたします。皆さんが安心して妊娠・出産できる環境づくりを進めてまいりますと述べられました。この発言に希望を抱いた妊産婦の方、またそのご家族も多いと思います。私の判断で大幅に増額されるとのことですが、岸田総理は、現在の出産育児一時金42万円をいくらまで増やすおつもりなのか、イメージされている具体的な金額をお教えください。内閣総理大臣岸田文雄君。ご指摘の出産育児一時金ですが、これまでも平均的な出産費用の状況を踏まえて見直しをしてきたところです。平成21年に42万円に引き上げられましたが、その後も出産費用は年々上昇している状況にあると認識をしています。こうした状況を踏まえて、全国にさまざまなケースがありますが、その中で平均的な標準費用がすべて賄えるよう、出産育児一時金の大幅な増額を表明したところであり、具体的には予算編成過程で決定してまいりたいと思います。そしてこの金額の引き上げ、もちろん大事ですが、もう一つ重要なポイントは、出産育児一時金については、一時金の引き上げの議論においては、必要以上に値上げが行われたり、意図しないサービスが付加されることによって、利用者の負担増が発生する。こうした事態が適切ではないとご指摘がありました。これに対して、出産育児一時金の引き上げにあたっては、この妊婦の方々が費用やサービスを踏まえて、適切に医療機関を選択できる、こうした環境を整備することが重要であると思っています。金額と合わせて、こうした環境整備、この出産費用などに関する情報を見える化するための方策、これも合わせて検討することが、実質的な負担軽減につながると考えております。吉田智代君。はい、委員長。現在の出産育児一時金42万円を引き上げ、安心して妊娠・出産できる環境づくりを進めようという政府の姿勢は一定評価できます。しかし、出産育児一時金を仮に10万円増額したとしても、出産の場である病院などで、出産に関係する費用を10万円以上値上げすれば、妊産婦さんの負担額は変わらないどころか、負担が増えてしまうかもしれません。出産育児一時金の増額が確実に妊産婦さんのお金の負担の軽減につながるように、岸田総理ご自身が全国各地の病院に、今回の出産育児一時金の増額の際には、出産費用は値上げしないでくださいと呼びかけていただけるのでしょうか。お答えをお願いいたします。内閣総理大臣岸田文雄君。委員の今指摘された問題意識があるからこそ、費用について見える化を図り、そして利用する側が選択できる体制を用意することが大事だと申し上げています。その金額的な負担、これについても政府として思い切ってこのカバーするべく努力をしたいと思いますが、合わせてさまざまな
このサービス、これ選択できるということが大事だと思います。人によってはより高いサービスを受けようという方もおられるわけですから、そういったさまざまな多様なニーズに応えられる、そして負担を抑えたい方にはしっかり負担を抑えることができる、こうした見える化、選択できる環境、これを作っていきたいと思っております。吉田智代君。はい、出産育児一時金42万円を増額することが、本当に妊産婦さんの役に立つのかどうか、わからないところが最大の問題点だと思います。パネル1をご覧ください。これは都道府県別の公立病院における出産費用の平均値です。例えば、私の地元、徳島県は44万6496円ですが、一番高い東京都は55万3021円、一番安い佐賀県で35万1774円と、現在でも20万円以上の値段の差があります。出産が自由診療である以上、値段を決定するのはそれぞれの病院ですし、また地域間でここまで大きな差があるのでしたら、出産育児一時金を増額するだけでは根本的な解決にはならないと思います。そこで我々日本維新の会が考える出産費用無償化とは、まず出産にかかる医療を保険適用とし、自己負担分についてはそれを十分にカバーできる出産育児バウチャー、クーポンを公費負担で支給することにより、妊産婦の方やご家族に自己負担を一切生じさせることなく、つまり無料で出産できる環境を実現することとしています。出産費用に医療保険を適用して、出産に対する診療報酬を設定すれば、出産費用については国によるコントロールが可能となり、出産育児一時金を増やせば、病院などが出産費用を値上げするといういたちごっこを防ぐ効果が期待できます。岸田総理は、保険適用以外の方法で出産費用をコントロールできると思っておられますか。また出産への医療保険適用については何が問題点だと思われますか。岸田総理のお考えをお聞かせください。厚生労働大臣加藤勝信君。まず保険適用について、ご承知のようにドイツとかフランスはですね、まさに分娩が現物給付対象になって、まさに保険適用になっている、こういう国も確かにあります。ただ日本はそういう中で自由診療ということでこの間歩んできたわけでありまして、したがってこの日本において正常分娩を保険適用にするということになると、身体の一時的な異常である病気や怪我に対して行う健康保険制度の療養の給付というこの基本的な考え方にのっとってきたわけでありますが、それを見直す必要があるということ、また出産においては、出産場所や提供される場所がさまざま、今はかなり病院等に集中してきたわけでありますが、妊婦の方がそれを自由に選んでいる実態がある中で、全国一律の診療報酬で評価することがどうなのかという課題があってですね、これはなかなか直ちに答えが出る問題ではないというふうに思っています。それから出産費用に対しては、先ほど議員もおっしゃったように自由診療でありますから、それぞれの参加委員が自由に決めるということが大前提になりますから、それ自体をどうこうということは、これはできないというのは建前になります。で、その中でどうするかということは、先ほど総理がおっしゃったように、まさに見える化を通じてですね、市場というかですね、皆さんの中の選択に応じて、よりしっかりとしたところを選んでいただく。特に今日の新聞にもちょっと出てましたけれども、これは厚労省が調査を委託した方ですけれども、特にその第一子を産むときはよくわからないので、よりちょっとこう いいところに行くと、でも第二子目になると いろいろ経験があるんで、こう選んで決めるというお話がありました。したがって、第一子のときからですね、まさに経験を踏まえて選んでいる第二子の方と同じように、しっかり情報が提供されて、適切な選択を促していくということが、一番の方策ではないかなというふうに考えております。吉田智代君。はい、委員長。では続きまして、このパネル2をご覧ください。このデータは、出産の場所に関する統計データです。1955年と
2021年を比較してみました。1955年当時の出産場所は病院と診断所、診療所を合わせても 15% 程度であり、自宅その他の場所の出産が全体の 80% を超えていました。一方、2021年のデータでは 99% 以上の出産が病院または診療所で行われています。実はなぜそもそも正常分娩の出産では保険適用ではなく出産育児一時金という現金が給付されているのかといえば、このパネルからも分かるように、以前は病院や診療所といった医療機関以外で、しかも医師ではない方が出産の介助を行うことが一般的でした。当時医師以外の助産師さんは診療報酬支払い機関への登録がなされておらず、診療報酬としての支払いはできず、その名残が今の出産育児一時金という現金支払いにつながっているのです。現在でも帝王切開が必要になった場合では出産でも保険適用となることが一般的に知られております。さらには菅前総理のリーダーシップのもと、病気や怪我ではない不妊治療も保険適用に至りました。こういった時代の変化を考えた場合、出産のほとんどすべて 99% 以上が病院や診断所で行われていることを考えると、出産の保険適用の環境は整ってきていると思います。出産への保険適用の議論や検討は完全に排除されるのか、あるいは議論や検討の余地があるのか、岸田総理のお考えをお聞かせください。じゃあ厚生労働大臣、まず加藤勝信君。確かにご指摘のように、先ほど申し上げた当時は今でいう病院や診療所以外の出産の場というのがありました。でそれが今かなり病院や診療所に収斂してきている、しかし他方でその最初にパネルを出していただいた各都道府県ごとにかなりばらつきもあるということで、その背景にはやっぱり地域の医療事情、所得水準等々の原因があるということで、それが今バラバラになっている、そうした中でその状況に合わせてそれぞれが経営をされているという実態もありますので、今直ちに最初申し上げたようにですね、その保険診療に転ずるというのは難しいんではないかなというふうに考えております。吉田育代君。はい、委員長、最近無痛分娩という言葉をよく耳にするようになりました。出産に痛みはつきものと言われますが、麻酔薬を使って痛みを軽減して行う分娩も徐々に普及し始めており、出産の痛みを軽くする手段としてとても有効だと思います。パネル3をご覧ください。無痛分娩についての日米の比較です。全出産に対する無痛分娩の場合は割合は日本では2020年の調査で 8.6% となっております。一方でアメリカでは約7割となっており、フランスでは約8割に達しているとの報道もあります。そしてアメリカでは国民側の意識として多数の妊産婦さんが無痛分娩の存在を知っており、当然のこととして希望すると言われています。またアメリカにおいて無痛分娩は保険診療内で行われています。日本でも無痛分娩の割合は年々増加しており、いずれ無痛分娩が主流となる時代がやってきます。ただ無痛分娩には麻酔の使用が必要であり、ますます出産における医師の必要性や医療介入の度合いは高く強くなっていきます。無痛分娩の普及のためにも、正常分娩であっても保険適用することの必要性はより高まってくるのではないでしょうか。無痛分娩の普及とそれに伴う保険適用の必要性について加藤厚生労働大臣のご所見をお聞かせください。厚生労働大臣加藤勝信君。まず吉田委員おっしゃるようにですね、安心してそして安全に出産できる、この環境をしっかり作っていくことがまず大事だと思います。で、日本では今無痛分娩については
諸外国に比べるとまだ1割程度ということであります。まあ、近年は増加している状況にあると考えております。厚労省においてもこれまでその無痛分娩にかかる医療スタッフの研修をしっかり行っていく、あるいは無痛分娩の提供体制に関する情報公開等を行っている無痛分娩関係学会団体連絡協議会、JALA という団体がありますが、そこと連携をして無痛分娩の安全な提供体制の構築にかかる取り組みについて、都道府県とも連携しながらやらせていただいているところであります。でしたがってそういった意味で、安全な無痛分娩、この実施体制をしっかり作っていって、冒頭申し上げた安全で安心な出産体制をまずは作っていきたいと思っています。その上で保険適用、これアメリカの場合これ民間保険なんでですね、ちょっと日本の公的保険とは論じられないと思いますし、そもそも正常分娩についての保険については先ほど申し上げたところでございますので、現時点でその無痛分娩を含めて正常分娩を保険適用にするということについては、やはり慎重な検討が必要ではないのかなというふうに思っております。吉田智代君。はい、委員長。出産への保険適用については、出産が病気なのか、病気でないのかという点が論点なのではなく、出産が医療の現場で行われる割合が大半を占めていること、また無痛分娩の普及など、時代の要請であることをぜひ真剣に考えていただきたいと思います。それでは次に、新型コロナ対策について質問いたします。2022年3月31日の衆議院本会議において、私が新型コロナウイルス感染症を5類感染症に位置づける方が早期発見、早期治療ができるとなどのメリットが大きいと指摘をさせていただいたところ、岸田総理のご答弁は、オミクロン株であっても致死率や重症化率がインフルエンザよりも高いこと、さらなる変異の可能性があることなどを理由に、現時点では新型コロナを5類感染症にすることは現実的ではないと考えておりますというものでした。そして本年7月31日の記者会見で、岸田総理は今感染が拡大しているこのタイミングにおいて感染症法上の位置づけを変更することは考えていないと記者の質問に答えておられます。現在第7波はピークを超えて落ち着きつつある状況です。新規感染者数が減少を続ける今こそ、新型コロナの2類相当以上から5類感染症への変更のタイミングなのではないでしょうか。岸田総理のお考えをお聞かせください。内閣総理大臣岸田文雄君。委員おっしゃるように、今、新型コロナの感染については、落ち着きを見せていると認識をしています。だからこそ、先月、これ、ウィズコロナに向けた新たな段階への移行の全体像をお示しし、感染症法上の扱い等について、全数報告の見直し、また、療養期間の短縮など、これ相当な緩和を行いました。こうした緩和を行うことによって社会経済活動との両立を強化したということであります。このように状況を見て対応の緩和を行ったわけですが、ただご指摘のこの新型コロナへの5類への引き下げを含めた感染法上の扱いのさらなる見直しということを考えた場合に、まずは今、委員の方からもご指摘がありましたように、今後ウイルスに新たな大きな変異が生ずる可能性があること、また、今、第8波に向けた病床発熱外来の確保ですとか、ワクチン接種の促進、また高齢者施設における療養体制の強化の備えが必要な時であります。こうしたことを踏まえる必要があると考えております。よってこの感染症法上の位置づけについては、専門家の意見も聞きながら、政府として判断していくものでありますが、引き続きエビデンスに基づいて、専門家の意見も聞きながら、議論を進めていきたいと思っております。吉田智代君。はい、委員長。はい、私は今こそが決断の時だと思います。そうでないと、社会は壊れてしまうと思います。
同じく岸田総理は、さらなる変異の可能性があるうちは、新型コロナの5類感染症への変更は難しいという旨の発言をされています。しかし、そもそもウイルスは変異するものなので、それを言い出せば、永久に新型コロナを5類にすることはできないと思います。そもそもさらなる変異の可能性というのは、誰にもわからないと思います。今日岸田総理に確認したいことは、新型コロナを5類感染症にすべきかどうかは、専門家が議論の中で結論を出してくれるのでしょうか、それとも専門家の意見を参考に政治家が、すなわち岸田総理ご自身が判断されるのでしょうか、お答えをお願いいたします。内閣総理大臣、岸田文雄君。こうした新型コロナへの対応については、専門家の意見、エビデンスをしっかり重視しなければならないと思っています。ただ、最後に判断するのは、これは政府、政治の立場で判断するということだと思います。今、専門家の意見も、このを聞きながら、感染症法上の取り扱いについても議論を続けています。今の時点では、これから新型コロナとインフルエンザが、ともに、この感染拡大するリスクもある、それに備えなければならない、こういった事態においてどう対応するのか、この先ほど申し上げた点から、感染症法上のその分類、これを変更することについては、この考えなければならないことがある、引き続き専門家の意見も聞きながら、最後は政治が判断していきたいと思っています。吉田智代君。はい、私たち日本維新の会は、2類相当以上とされる新型コロナを一旦5類感染症へ変更した上で、毒性の強い変異株が流行しそうになった場合は、直ちに新型コロナ、インフルエンザと感染症へ戻すという切り替えを機敏に行える仕組みを構築することが重要であると考えております。今年の冬に2類相当以上の新型コロナと、そして5類の季節性インフルエンザ、これが同時流行した場合、厚生労働省は複雑な発熱患者さんのマニュアルを作っておられますが、おそらく国民は大混乱に陥ります。今年の冬の大混乱を防ぐには、新型コロナとインフルエンザを同じ5類に揃えておくことが大切です。新型コロナを早く5類に位置づけることで、社会が崩壊しないようにすべきであると、岸田総理には強く申し上げておきたいと思います。はい、続きまして、最後に臨時国会の召集に関わる国会法改正について質問いたします。この件については10月6日の衆議院本会議において、我が党の馬場代表も代表質問をしました。憲法53条には、衆参いずれかの院の総議員の4分の1以上から要求があった場合、内閣は臨時国会を召集しなければならないことが定められています。ただし、憲法には要求があってから、何日以内に臨時国会を召集しなければならないという規定がありませんから、この秋も岸田内閣は野党からの臨時国会の召集の要求を放置され続けてきたのだと思います。フィリップ4をご覧ください。そこで我々は議員立法により、要求があってから20日以内に臨時国会を召集しなければならないという20日ルールを定めた国会法改正案を本年10月3日に提出したわけです。一方、このフィリップにあるように、2012年に定めた自民党日本国憲法改正草案の中で、要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならないと、自民党さんも20日ルールを定めておられたのです。そこで衆議院本会議の代表質問で、我が党の馬場代表が、20日ルールは自民党さんも言っておられたわけですから、反対する理由はないですよねと尋ねたら、
岸田総理は議員立法でありますので、国会で議論するべきものですと交わされたわけです。そういった理屈を聞きたいのではなく、自民党さんの作った憲法改正草案と全く同じ内容の今回野党が提出した議員立法の20日ルールの内容についてどう思うかを我々は聞きたいのです。内閣総理大臣としてのお答えが難しいのであれば、自民党総裁として、あるいは岸田総理個人として20日ルールについてどうお考えなのかお答えください。内閣総理大臣岸田文雄君。まず憲法53条の要請するものは、これ臨時国会の召集要求があった場合に、内閣は合理的な期間内に国会を召集しなければならないというものであると認識をしています。それが憲法の要請であると認識をいたします。よって今回においても、この臨時国会を開会するにあたりまして、感染症法等のこの改正案等重要法案の扱い、補正予算、さらにはその他臨時国会で審議すべき事柄について勘案した結果として、10月3日に召集を行った、合理的な期間内にこの召集するという声に応えてきた、こうしたことであると理解をしています。で、この期間は過去振り返りますときに、はるかに多かった時代こともあれば少なかったこともある。それぞれの内閣がその時々の情勢の中で合理的な期間を判断してきた、こうしたことであると思います。そしてこの合理的な期間に上限を設けるべきであるという議論は従来から再三行われてきました。そして自民党の中においても、これは平成24年当時のこの試案の中で、この上限を設けるという議論が行われた、これはその通りであります。しかしこの憲法改正の議論については、その後絶えず自民党の中で議論を深め、そしてあるべき憲法の在り方について、この考え方を明らかにしてきました。現在は憲法改正、ご案内のとおり4項目にわたりまして、政府として優先的な検討、政府として、ね、自民党として優先的な検討項目を示し、こうした形で憲法を改正していくべきであるということを明らかにさせていただいています。よってこの合理的な期間の上限の議論につきましては、引き続き議論を行っていかなければならないと思っておりますし、そして何よりもご提出いただきました法律、これは議員立法でありますので、国会において議論していただかなければならないと考えております。吉田智代君。はい、委員長。はい、衆議院本会議でおっしゃったように、議員立法で決めることだから、内閣総理大臣としてはコメントしないという理屈としてはそうであったとしても、国民の立場からすれば、本当に国民に寄り添ってくれているのかという残念な気持ちになります。円高、そして物価高、日本を取り巻く安全保障の課題など、国民は大変不安に思っています。参議院議員選挙が終わってから約3ヶ月、閉会中審査は多少あったかもしれませんが、臨時国会が開かれなかったことは大変問題であったと考えます。本来でしたら、衆参いずれかの委員の4分の1以上の議員からの要求がなかったとしても、急いで臨時国会を開いて国民生活を立て直し、また日本の国を守る議論を行っていく、それこそが岸田総理本来のあるべき姿ではないでしょうか。また要求から20日以内に臨時国会を召集しなければならないということは、それほどおかしな内容ではないと思います。国民をこれ以上不安にさせないためにも、ぜひ国会の場で自民党総裁としてこの20日ルールの議員立法の審議を進めることを自民党議員の皆さんに指示していただくことをお願い申し上げ、私の質問を終わります。ありがとうございました。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。